はい、今ですね、シンガポールにいます。シンガポールのリトルインディアにいるんですけど、リトルインディア歩いたら日本書店を見つけました。聖和といって星の和と書いて聖和です。で、今ちょっとね、入ってみたくなって入ってみた感じです。いわゆる海外、そうですね、多分30カ国、40カ国ぐらいは行ったと思うんですね。日本書店ね、今ね64カ国行ってるんですけど、そのうち30から40カ国の日本食屋行ってます。500軒以上ですね。だけどまあ日本食屋に関していろんな調査の意味も込めて行ってるわけですけどね。で、今平和というところです。リトルインディアですけど、リトルインディアになるんでちょっと珍しいと思ったんですけどね。今お好み焼きがおすすめとかで、今お好み焼きともんじゃを買いました。お好み焼きがいくらかっていう、これで14ドルで大体1130円ぐらい、もんじゃが8ドルで640円ぐらいです。あとビール札幌頼んで、これも640円ぐらいです。最近できたみたいなんですけどね、結構いい感じのところです。綺麗ですからね。ありがとうございます。